和け清丸、ろ。和けの清丸は、奈良時代末期から、平安時代初期にかけての貴族。岩梨別べ麻呂または、平麻呂の子。備前国富士の郡現在の岡山県和家町出身。天平法寺八年、764年に発生した、藤原中麻呂の乱では、後見上皇側に参加したらしく、天平神五元年、765年正月に、乱での功労により、 君六等の助君を受け、3月には富士の別新人から、吉備富士の明正人に改正している。右表へ商位を経て、天平神後2年、766年15位下に、助釈し、この衣装言に任ぜられるとともに特別に、福五十項を与えられた。神後慶雲3年、769年7月頃に、宇佐八万宮の神官を兼ねていた、太財府の主神。 勘づかさ、中富の菅屋相馬呂が、宇佐や綿上の神の信託として、聖徳天皇が長愛していた道教を行為に、つかせれば、天下不都市になる、と創造する。道教はこれを聞いて喜ぶと共に自信を持ち、あるいは道教が、菅屋相馬呂を唆そそして託戦させたともされる、自らが行為につくことを望む。聖徳天皇は信託を確認するため側近の二相。 分け広虫、放金におめそうとしたが、巨弱な放金では、長旅は耐えられないため、代わりに、弟の清丸を召して、宇佐八万宮へおもむき信託を確認するようにした。清丸は、出発にあたって、道教から吉報をもたらせば、神をあげる。大臣に任官するとも、胸を持ちかけられたという。一方で、道京の死である寺と夜長からは、道京が、行為につくようなことがあれば、 面目なくて、進化として天皇に仕えることなど到底できない。自分は、陰の白衣に倣って、身を隠そうと思う胸を伝えられる。清麻呂はこの言葉を当然と思い、主君のために命令を果たす気持ちを固めて、八幡宮に参宮する。清麻呂が宝物を建て祭り、戦名を読もうとした時、神が、ネギのから島まさるよそ女、から島のすぐりよそめに、託せん。 千苗を聞くことを拒む。清麻呂は、不信を抱き、改めて予想所に千苗を聞くように願い出て、予想所が再び神に権限を願うと、身の丈三条、約九メートルの満月のような形をした大輪が、出現する。大臣は、再度千苗を聞くことを拒むが、清麻呂は、予想所と共に、大三神の神託、天の棺は必ず帝の死をつがしめむ。武道の人、道教は、 よろしく早く灰のぞくべしを朝廷に持ち帰り、聖徳天皇へ報告した。清麻呂の報告を聞いた、聖徳天皇は怒り、清麻呂を稲葉院外助に左遷するが、さらに別笛、マロ、分けべの北名、マロと改名させて、大隅国への流罪とした、宇佐八万宮新宅源。同居は入る途中の清麻呂を追って、暗殺を試みたが、急に雷雨が発生して、辺りが暗くなり、 殺害実行の前に急に直死が派遣されて、企みは失敗したとも言う。神後慶悟四年、年、770年8月に、聖徳天皇が崩御して、後ろ盾をなくした道教が失脚すると、9月に、清麻呂は、大隅国から呼び戻されて、入京を許され、翌法紀2年、771年3月に、十五下に福井し、9月には、ハリマインガイス家に次いで、 無前神に任ぜられて寛解に復帰した。また、清丸の祖先の墓が、郷里に営まれて大木が茂る林となっていたが、清丸の入る中に伐採されてしまっていた。清丸が帰郷してこの事情を上表したところ、祖先四名と清丸ろを、三正備前両国の国の宮津子とする、胸の御子とのりが出された。両国の国の宮津子として、以下の辞責がある。天皇元年。 781年、関武天皇が即位すると、一挙に四回昇進して、四位下に除せられる。清麻呂は庶務に熟達して、過去事例に通行していたことから、関武友において、実務官僚として徴用されて交換登る。延暦二年、783年節大部に任ぜられ、延暦三年、784年十四以上に、少女されるが、 摂津大部として以下の自責がある。清麻呂は、摂津大部を務める傍ら、民部大助ついで民部卿を務め、民部、大助官の真道と共に、民生の刷新を行うと共に、民部省礼二十巻を編纂した。延暦七年、七百八十八年には、中宮の大部に任せられて、高太友人、高野新傘にも使え、その命令を受けて、 新潟の出身氏族は氏の系譜を編纂し、カズシップとして戦場し、官武天皇に賞賛されている。さらには、延暦3年、784年の戦闘50年、経過しても未だ完成を見なかった長岡京に見切りを、つけて、山城の国屈の軍夫太志村を選んで、平安系への戦闘を進言すると、とも、延暦12年、793年には、造宮大部に任せられ、 自身も、検討事業に尽力した。この間の延暦9年、790年生四位、下、延暦15年、796年には、十三位に除せられ、ついに苦行の地位に上っている。延暦18年、799年2月21日、皇居。去年67、最終官位は、十三位行民部教、建造宮大部未正壁前、国造。 即日生産位の理解を送られた。江戸時代末の海永四年、1851年3月15日に、孔明天皇は、和気清まろの功績を称えて、新海正一位と、森尾大,大明神の信号を送った。明治七年、1874年、新五時の境内に、あった清まろを祀った病は、森尾神と改称され、別格官兵舎に弟し、明治十九年、 1886年、明治天皇の直命により、新五寺境内から京都御所浜栗御門前に潜座した。また、明治31年、1898年3月18日には、交互1100年を記念して、増昇像くらいから議会を進め、増昇一くらいとした。また、出身地の岡山県和家町には、和家氏一族の氏神である、和家神社があり、和家清まろ、 和気広虫が祀られている。ゆかりの寺として、実情寺もある。入る先とされる、鹿児島県霧島市にも和気神社がある。なお、宇佐へ入るの際に猪獅子によって、何時を救われたとの伝説が、総うたすくやくじん神社、御祖神社、桂原八幡神社、足立山などに伝わる、森大神社、和気神社、御祖神社などでは、狛犬の代わりに、狛犬の獅子が置かれている。 清麻呂は、楠木正成などと並ぶ勤王の中心とみなされることもあり、戦前には十円紙幣に、肖像、創造図、清宗根の描いた、木戸高義の肖像画を修正したものが印刷された。東京都千代田区大手町の大手合力地、気象庁付近や、岡山県和家町の脇神社境内など、各地に銅像がある。産経新聞は、 高等の断絶という日本最大の危機を救った人物と評した。公直な人柄で一心の利益を顧みずに忠説を尽くした。ある時清まろは足が不自由になって起立できなくなってしまったが、八幡神に拝礼しようとして、腰に乗って出発した。無前国宇佐軍、田村、現在の大分県宇佐市は北近辺下に至ると、三百頭の野鳥が現れて、 道を挟んで列をなし十里ばかり前かけるして山中に走り去った。これを見て人々は不思議なことだと思った。神社に参拝すると清丸ろはすぐに立って歩けるようになった。宇佐八万宮の神風から面八万余り、田室を与えるとの信託を受けて清丸ろは宮寺株全国中の百姓にこれを分け与えた。大路は腰に乗って出発したが、 キロは馬を買って帰還した。これを見て驚かないものはなかったという。俗に本気による楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。